こんにちは。本日ですね、アミカゴ届きました、メッシュインナーラックっていうらしいです。アウトスタンディング社から取り寄せました。それでですね、私ベッドキャリーつけてますんで、これとこれが、干渉しますんでね、この辺りをカットして中をこうくぐらして、通らしたいと思います。ここをカットしたいと思います。一方位置的には一緒かな。でいけるか。いきます。ちょっと狭いかもわからんな。カットしました。これでですね、これをくぐらします。よいしょ。おお、ちょうどいいかな。それでですね、上の部分はちょっととりあえず穴開けるのはやめときます。これで、ちょっとセットしたいと思います。とりあえず取り付けは完了しました。けどね、このネジ、中のねビス、これ止めるの結構あずりました。なかなかね、合ってくれなくてね。でこのこの穴の位置もだいたい OK かな。なかなかね、うまいことちょうどのとこ、狙うのは難しかったです。余分後から開けたとこはそうでもなかったかな。そんな感じで取り付けました。ちなみにですけどね、取り外しした瓶にちょっと加工しまして、針金を曲げまして、針金ってあってステンの棒ですけど、これを6ミリ棒曲げまして、余分にちょっとこれをつけました。